今日のカメラマンは吉川拓也と、インタビュアーは吉井です。じゃあまず自己紹介から。今日の選手はダン、背番号18、加藤剛健です。富山の印象はどうですかね。みんな仲良くて賑やかなクラブだなと思います。ポジションはミッドフィルダーです。自分のプレーの売りは、チームの戦術を理解してチームのためにやれるところだと思ってます。いいね。松のプレーの特徴はヘディング。しょうもな。天皇杯決勝まで行って、まあ、もちろん出てたんですが、決勝戦戦ってみてどうでした？あの国立の元旦は。入場した時にもうすでに満席で、吉井東京も京都サンガもそれぞれサポーターの方が、スタンドを色づけてくれてて、もうその時点で気持ちは高ぶってましたし、違いない、まあ、プレー時代っていうか、まあ、結果としては残念だったんですけど、まあ、一つのキャリアとしてすごくいい経験ができたなとは思ってます。いいこと言うな、ほんま。まあ、いろいろチームのオファーがあったっては聞いていますが、まあ、本当のところはどこか分かりませんが、なんで富山を選んだんですか。まず自分のサッカースタイルとして、京都でやってた昨シーズンっていうのはすごく成長できたと思ってますし、その中で、アンマさんの存在っていう大きさは、まあ、自分の中で決断した最終的な部分なのかなと思います。カリスマですからね。カリスマアンマさんですからね。じゃあ松にも一回聞いて一回聞いておきますか。なんで何松が富山を選んだ理由。それは富山でサッカーをしたかったからです。しょうもな。最後に富山のファンの方へメッセージを。チームとしての目標が10位ですけど、僕個人は自分で上がりたく、そして富山でアンマさんの魅力が一番でしたけど、サッカーすることを選んだ以上富山のために頑張るので、応援よろしくお願いします。はい、以上でいいですか。松に最後締めてもらおうか。いやおかしいやろ。じゃあまず最後に一応一言だけ言って、今年の見てる人に教えて。ちょっと抱負10位以内ですかね。あ、試合に出る。